はいどうもこんにちは、ぷんぷんです。今回もハリーポッターと魔法の学生やっていこうかなというふうに思います。で、今回なんですけども、オブスキラスをね、使ったデッキを紹介していこうかなというふうに思います。まあこれは、ランクで潜った際に、敵がね、敵っていうか相手の方が使ってたデッキになってます。はい。まあバンバン花火ではなく、オブスキラスが、採用されているというところですね。で、今ちょっと視聴者の方に聞いたら、ダイヤとか今プラチナとかは、卵と、なんだっけ、ピエルトタロコモーターが禁止っていうところがあるので、ハグロコがいないってところで、今これが一番勝てるんじゃないかなというふうに思います。はい。こいつだけでもね、かなり打点が飛ぶので、うん。かなりおすすめのデッキです。はい。まあ普通に、なんだろうな、バンバン花火デッキのハーマオニーを使ってる方だったら簡単に使えるデッキになってるのかなっていうふうに思います。まあ序盤は魔を出して、サンダーストームでバン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 ダメージ入れていく。で、なんだ、ネビラスとかで隠れたらポートキーを置いてしまって、姿を出してみるみたいなね、動きをしてみるというふうな感じになってます。で、後の方でオブスキラスで縛っていくみたいな、流れです。はい。まあ今回も動画撮ってきたっていうところあるので、もしよかったら見ていただければなというふうな感じです。それでは動画の方をどうぞ。はい、マッチングいたしました。で、相手がグレートウィザードの方でしたね。で、この時にちょっと負ける姿勢なんですけど、相手が、そのネブスキューラスだっけ、あれを使ってたというところになってます。で、こっちも魔王をあまりちょっと自分使ったことなくて、昨日から初めて使ったんですよね。で、練習してたらこのデッキに出会ったと。僕たちは仲間なんだ。はい。で、ネビラスで隠したんですけど、ポートキーで姿出されちゃったので、あまり意味なくて、はい。まあ、メテオロジンクスで、ちょっとね、ダメージを与えていくというふうな感じです。で、相手インフラアダスからの、はい、オブスキラス。で、結構ダメージ入っていくと。で、バンバンやって、こっちも、打点入れてるんですけど、まあ、レベル差が結構あんのかなっていうところですね。で、ネビラスってね、ちょっとかわしてはいるんですけど、やっぱポートキーがまあ痛いわねっていうところですよね。はい。めっちゃダメージ食らっちゃってるので、で、相手オブスキラス来るんですけど、はい、ここでもえぐいぐらい削られていくと。で、ネビラスで隠れちゃって、まあ、ここインセンディをね、打てればいいんですけど、多分打たないんだろうな。これ多分、そう、打てばバンバン花火でいけるんで、それを狙ったというふうな一撃ではあるんですけど、はい。ただ、かなり厳しい。もうかなり厳しいっていうか、結末が分かってるのでね、悲しいだけなんですよね。で、おばさん来ると。はい。で、サンスト来る。まあ、サンスト来ますけど、レトロジンクス、はい、もうすぐにボコボコと。で、こっから私はパクりますよというふうな感じですね。はい。はい、マッチングいたしました。相手は次期大臣さんというような感じですね。これは今回はオブスキラスの、魔王になってます。はい。ただ魔王があんま使えてないので、本当にね、ちょっと保険言うわけではないんだけど、ちょっと下手くそなんで、まあ、ここら辺はちょっと練習しようかなと思ってますけどね。はい。まあ、かなりおもろかったんでね、おすすめではあります。はい。相手何だったっけな、ピック。ちょっと覚えてないな。まあ、ここ魔王とサンダーストーム見えてるので、すぐ打っちゃえば。はい、サンダーストームと。で、相手もマオスね。で、水道軸と。まあ、水道軸だったので、はい。特にね、デブにしたり、エクスパルスあるので、ここかなり有利かなというところですね。で、みんな大丈夫。僕たちは仲間なんだ、男来ると。はい。で、エクスペリアンアームス男来るんですけど、うん。ここはね、撃っちまって。はい。で、ネビラスやりながら、ローンにダメージ与える。はい、で、ダメ感的にも1000ダメ入ってるので、まあ、ちょっとバンバン花火嫌だなっていうところあるんですけど、相手バンバン花火打たないんですよね、なかなか。で、ここエクパル外したのは本当に、うん、下手くすぎる。で、エクペリされて、で、デブにしてオブスキュー。これは強いわな、うん、これ強いわ。今のだけで何点入ってんだ、600点ぐらい入ってた。ちょっとあんま数えてないんですけど。まあ自分のがレベル10じゃなくてレベル9なので、レベル10だったらもっと強いんじゃないかなっていうふうに思いますね。で、またここでサンスト打ってしまって、地道にね、31点、31点、31点と。で、相手諦めてんのかな、これ。いや、諦めてはないね。うん。で、最後バンバン花火でしまいだと。いうふうにきますが、はい、エクパルで弾いて、
オブスキュラで、オブスで行くと。ナイス。はい、マッチングいたしました。相手はムーンさんというのがですね、まあ何なんだろうな、相手双子なのか、あれなんだったっけ、ちょっとあんま覚えてないピックただこのピックっていうか、このデッキはね、ハグロコロコ、ハグリッドは絶対バンにしなきゃいけないので、はい、バンにしてやります。うん、で手札しょ、手札にはマオとサンダーストーム来てるので、かましていくと。 OK。 でだん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 入っていって、痛いよなこれな。でケンタウルス、これニュートかなって思ったんですけどね。でカサンドラ来ると、はい、いいね。ただここの後のね、打点が 40% 増えんだっけっていうのはちょっと嫌なんですけどね。はい、ただ盤面こうやって横に散らされたとしても、サンダーストームとかもあるので、しっかりとね、いろいろと取ることができる。でポートキー置いてしまって、はい、的確に打点を入れていく。でエクパルで弾いていく。はい、サンバサンダーバード2体目はちょっとだるいですけどね。ただニュートじゃないんだよね。でアイビーで、カサンドラめんどくさいのは消しまって、はい、そしたらハグリッドジジイが出てきたんで、ちょっとだるいなっていうところはありますが、ここはサンダーストーム打ってしまって、はい、だんだんとここでねポートキー置いてすぐできたのはでかいですね。はい、でバイクから降りてもらって、あとはオパグノでニンバスでニャンパスやっちまって、オブスで、はい、打撃入れていくと。でおデブにして、まあ、ここエクス、サンダーストーム、ね、はい、サンダーストームありましたね。はい、みんな大丈夫、僕たちは仲間なんだ男が出てくるんですけど、はい、特に問題ない。でこっちもロンいるので、ロン切っちゃいましょうと。大体仲間カード今切ったばっかなんでね、防ぐ術はないだろうと。はい、でエクパル弾いてサンダーストーム、やっぱサンダーストーム強いね。でポートキーちょっと間違えたんですよねこれねちょっとここのポートキーというかもったいないなっていうのありますけどね。はい、まあ相手は双子だったというところなんですけど、で相手はオブスも持ってたと。まあサンスト打って、あとは133、 OK、 ジジイというのがですね。はい、はい、マッチング出しました。相手は、名前何だったかな、ちょっと待って見てみるね。あ、韓国の方だ同じね、確かハーマオニーだったんですよ。でオブスやっていくんですよね。これ初手オブスの方が強いんだなっていうのをちょっと分かりましたね。うん、サンダーストームよりか、はい、打点出てるので多分。オパグノ、これ本人は書いてないわね。まあ、無敵状態になるので、さっきのサンダーストームが抜けるというところもあるのでね、ちょっとしくったエクスパルソ。はい、ネビラス、ネビラスかまして、でバンバン花火とオブス入ってるデッキなんですよねなるほどと。まあ2枚入れても強いだろうなというのはありますけどね、正直ね。うん、はい、オブスやってくる。オブスキラカウンターのオブスやったんですけどね、これちょっともったいないですよね。もっと相手の動きを読みながらやればよかったなっていうのはありますけども、で自分ねちょっとあまり慣れてなさすぎて足をねめっちゃ使ってたのよね。それが良くない。あとほうきとかもさ、普段使わないんで、バンバン花火を避けれたってところがあったよね。でここもアイビーのこれをするために2歩ぐらい使っちゃってんで、めっちゃもったいないんだよ。でここオブスの打ち合いと、まあ、これデブにしていくのは良かったんですけどね。でもこれうろちょろしてるでしょこいつバカタレが。
なんでうろちょろしてんのって話なんだよね、これ。で、ここかわしたのでかかったんだけどね。本当に。でも、頑張れば勝てたよね、これね。うん。で、これね、コストね、勘違いしてたんだよね。そう。エクスパルソ。で、ここでもう足なくなっちゃったよね、これね。足。ネビラ。これで負けちゃうんだよな。もったいない負けです。はいはい、動画の方はどうだったでしょうか。ちょっと今回ねハーマオニー自体を初めて、使ったっていうのが正直なところで、ちょっと使い方下手だったかなっていうところはあります。はい、なので、まあ、そこら辺は連動高めたいなというふうには思ってます。はい、ただあのオブスのデッキかなり面白いなっていう。で、最後見せたのがバンバンとオブスの2つの方だったんですけども、それもね、いいのかなっていう風に思いました。はい、まあ皆さんはね、どっちがいいのかっていうところをまあ自分なりね決めていただいて、やっていただければなという風な感じです。はい、まあ今回の動画も面白いと思った方は高評価チャンネル登録のよろしくお願いします。また次回の動画で会いましょう。じゃあね、バイバイ。